はい、そろそろ。はい、えー、今週末 EFC267 あります。はい、えー、勝敗予想していきたいなと、そういうふうに思っております。えー、まずメインイベントのヤンブラホビッチ対グロバーテシェイラあります。えー、ヤンブラホビッチは前回、えー、あれですね、アデサンヤに判定勝ちしてます。 ライトヘビーの、えー、に挑戦したアデサイヤを返り討ちにして、5ラウンド判定勝ちしております。えー、体格差を生かしてね、テイクダウン取ったりして、えー、勝っておりました。対するグローバーテシエラは、えー、まあずっと活躍している選手ですね。まあ、パンチができて、まあ、えー、寝技もできる選手という感じであります。えー、私的には、え、まあ若いブラホビッチが、 テシェーラを2ラウンドで、えー、チョークかなで仕留めるんじゃないかなと、そういうふうに思います。はい。そして、私的に大注目のピョートルヤン対コディ・サンドヘイゲンですね。えー、ピョートルヤンは前回ね、バンタム級タイトルマッチ挑んだんですけども、アルジャメイン・スターリングと戦って圧倒してたんですけど、4ラウンド目で、えー、反則のグラウンドの膝を打って、えー、反則負けになってしまいました。 対するハンドヘイゲンは、えー、tj ディラショーと戦って、えー、一進一退の打撃戦の末に、えー、テイクダウンを混ぜて戦った tj の前に、スプリットで負けてしまいました。そういう感じです。えー、まあ私の勝敗予想的には、うんサンドヘイゲン、えー、飛び膝とかもあるんですけども、えす、ー、べてさばいて、ピョートル・ヤーンが、 えー、2ラウンド KO 勝ちするんじゃないかなと、そんな風に思っております。はい。では皆様、今週末も UFC 楽しんでいきましょう。おやすみなさい。